フィリピン人って結構ネットの、利用率が高いんですよね。普及率が高いということで、Facebook はまあ日本ではもうオワコンなんですけれども、彼らまだまだやってますし、普通にお友達作ったり、あとまあ出会い系の、Tinder とかあるんですけども、結構これをですね、要は男女とかそういう出会いではなくて、お友達を作るツールとして結構みんな使ってたりするので、気軽に、そういうもので知り合いになったりとか、要はネットで無料で知り合い作ったりするのは簡単ですね。あと近所もですね、まあ、日本人というだけで珍しがって好意的に接してくれますし、まあ、親日の人が多いということでね、やっぱり結構好意的に接してくれる、まあ日本の文化も浸透してますしね。ということで移住した後のお友達のを作ったりとかいうのは、日本人と友達作るよりも、僕は現地の友達を作ってストレスフリーのですね、楽しいフィリピン現地生活をされた方がいいんじゃないかなというふうにいつも言ってるんですね。まあ、治安がいい場所っていうのは、